こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、こちらアシェットの週刊ランチャーストラトスを作る、こちらの18号が届きましたので、こちらの作業をやっていこうと思います。で、今回も引き続き、フレーム周りの組み立てという形になりますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、では18号の作業をやっていきましょう。18号は全部隔壁を取り付けるにってことで、隔壁を取り付けるという、ストラウトタワーの部分ですね、これを取り付ける、違うか、とりあえずやっていきましょう。入ってる部品はこんな感じになるので、これをやっていきましょう。はい、で、ネジが3種類ですね、はい、入ってるので、これをフレームに取り付けていきます。はい、で、フレームを出してきまして、こんぐらいの位置がいいかな、はい、で、ここに、このパーツを取り付けていきます。で、ここ RL って刻印が入ってるので、この刻印を見ながらこの位置を合わせてあげる。お、微妙に。お、微妙になんか当たるぞ。お、入った。ちょっとね、クリアランスが結構きついんですけど、ここのピン1箇所とこことここのネジ穴2箇所を合わせてあげて、はめてあげるって感じ で、前回つけたこの隔壁とちょっと当たるんですよね。隔壁とちょっと当たるんで、先にこのピンを入れてからグッとねじる感じで入れてあげると、こうやって入ってくれますね。で、入れてあげたら、ここをネジ AM を使って固定すると。よいしょ。ネジ AM 2本で、ここを固定。いつも言ってることなんですけど、この首下がね、細いビスは結構簡単に折れるんでね。簡単にねじ切れることがあるので、締めるときは気をつけて締めましょう。よいしょ。こう2箇所ね、2箇所を固定してあげます。ぐるぐるとねじ込んでいって、くって止まったところでもそれ以上締めないっていう感じでいいと思います。ちょっとこれガタガタうるさいな、滑っちゃうんでね、タオル引いておきましょう。はい、こんな感じでつけてあげたら、次にここにこの補強ロッドを取り付けてあげる。で、これも LR の刻印が入っているので、この R のやつをここにセットしてあげて、で、ネジ SM と DM で固定。袋が明るい。こっちの SM でこの補強ロッドの上の方ですね。ここを合わす、位置を合わせてネジ止めで、もう一箇所をネジ DM で固定。よいしょ。こっち側をネジ DM で固定ですね。よいしょ。こことここを固定してあげます。こういう形、こういう形で、タイヤハウスの後ろ側と、この補強バーがくっつきますっていう感じですね。こんな感じになります。はい、そしたらね、こっち側も同じようにやっていきます。ちょっとね、後ろ側の方がちょっとネジ穴の位置合わしにくいので、さっきこっちを合わせてからこっちの前側のネジを止めてあげた方が多分作業しやすいと思います。
で両方とも一気に最後までねじ込むんじゃなくて、両方ともネジ山に入れてから、最後締め付けするっていう感じにしてあげた方がいいですね。じゃないとネジ穴合わすのが大変になっちゃうんで、こういう感じでセットして、で次に補強バーをセット。で補強バー、下側こっちのフレーム側につく方がこの突起もあるので、この突起の位置も合わせるっていう感じですね。突起の位置も合わせて組んであげると。これね、このストラトスは日本じゃなくて海外の設計なんですよね。海外の本国の方での設計なんですけど、ぶっちゃけね、今のところ、今まで組んだやつの中で一番設計がいいんじゃないかなと思いますね。最初海外製やから大丈夫かな、心配やなって話してたと思うんですけど、今のところね、一番設計がいいような気がします。組み立てもしやすいし、再現度も高いし、でこの構造とかもね、こういう風な構造なんだっていうね、こう納得がいく構造になってるかなと思うのでね、今のところねスタートすごくいい手応えを感じております。はい、で、これで今回の作業は18号の作業は終了になります。はい、で次の19号ではフロントサスペンションアッパーアームを取り付けるっていうことで、今回付けたこのフロントの隔壁のここに、アッパーアーム、フロントのアッパーアームを取り付けていくっていう感じで、フロントのサスペンションをね順々に組み立てていくっていう作業になると思いますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。